あんまり出てないから幻のメロンだとかなんとかって、そういう日持ちのするメロン20日ぐらいは持つ。黙って置いておく。それから食べても美味しい。味もね、今のこれは結構まろやかで美味しい、うん、白くこの切れ目が入ってきたらもう収穫時迎える。直売所とUパックとあと地元の農協で売ってるだけだから、市場には一つも行ってないから、まあ夕張メロンさんのもありますけども、そっちよりは多分こっちの方が個人的には好きですね。結構手間はかかる。この全部手作業だから、うん、機械じゃないから結構難しい、うん、昼と夜の温度の寒暖差があるっていうか、だから糖度のりやなんかがまあいいっていうか、うん、産業厚労省だからいただいたんです。したから余計もうプレッシャー人もいないし困ってる。もう俺も年だしな元は20何軒いたんだけど、今9軒しか、だんだん年取っても。まあ、農業のことを何も知らないで来たので、あのこっちに来て、まあ、メロンが難しくてびっくりしてるっていうか例えば家族の近くで仕事がしたかったんですよ。農業っていうのはそれにぴったりだなと思った。方が30年間あのマッシュメロンとして、まあ、ブランドとして育て上げてくれた、まあ、このメロンをこの後も続けて栽培できるように僕が入って、あの少しでも生産量を上げていきたいっていう、まあ、そういう気持ち。今勉強して今年で2年目かな。素晴らしいメロン作っております。結構ある、うん、美味しいです。これからもやっぱりこのメロン、マッシュメロンを育てて次の世代に残していきたいなって。